はいどうもみなさんこんにちは、ゆすけです。霊夢です。マリサだぜ。今回もぷよぷよテトリスの実況をやっていきます。やっていくか。前回はパート0ってことでしたけど、今回からしっかり10分以上で動画作りますよ。今回がパート1なのか。前回の動画もやっぱり反響が大きくて、ぷよぷよテトリス待ってた人多かったんだなってやっぱり思いましたね。あれだけぷよっぽの動画やコミュニティでぷよテトやるのを匂わせたからね。まあ今後も頑張っていきたいと思いますよ。コメントもたくさんいただいたので後でゆっくり返したいと思います。さて、これは中当て返品でみました。それ消し方に釣ってない。うん。これはやらかしましたね。この一手で負けが濃厚になりましたよ。もうこれ無理じゃね。さすがにこれは諦めます。さあ一応パート1だからスタートダッシュ悪くしたくないよ。初っ端から自滅していくスタイル。レンはね、練習の時はうまくいくんだけど試合でやると冷静に判断できないからね。こればかりは数をこなしていかないとダメだ。それに対して相手は橋当てレンを組んでいますね。これどうしようかな。こっちも組んじゃえばと思ったけど相手がミスるのを祈ってなんとか耐えてみたいと思います。っていうかこれで刺さらない。 TST の火力でもギリギリ足りないんじゃないか。お、相手はレンの発火に成功していますね。耐えろ。耐えるんだ僕のテトリス。ちょっと名言風に言ってみました。僕のテトリスって何ですか。細かいところを突っ込むのは禁止なので。あ、でも相手の連はそこまで繋がらなかったようだな。さて、アドリブが苦手なミッケさんはここからテトリスばっかしか打てません。 STSD とかインペリとかお願いします。その発想力が出ないんすよね。試合中に鈴火力出る形作れる人はすごいよな。本当尊敬しますよ。まあちょっとお家が微妙な感じになってますけど、なんとかこれは勝てそうですね。さて、橋明蓮をまたリベンジしたいと思います。また発汗ミスると予想。そういうこと言うな。何回練習したと思っているんだ。100回くらい。なんか絶妙な数字出してきたな。さすがに100回はやっているだろ。マラソンモードとかで繰り返したら普通にそれくらいは回数一本っていうか積み込みをまずしっかりしないと。ちょっと動きが怪しいんじゃないですか。いや、愛にのありきだけどこれはなんとか組めるわず、地味のをこうして入れれば解決するんですよ。悔しいけどなんとか整ったね。悔しいけどってなんだよ。相手はテトリスで潰しに来ていますが、これは中当ての特性を生かして耐えましょう。さあここから繋がるかの勝負ですね。繋がらなかったら負けです。いや本当にその勝負なんですよねこれって。あ、でも今回はさすがに繋がりそうじゃないか。5段くらい遅れるまで繋がれば勝ち濃厚ですかね。あ、思ってたより繋がったな。思ってたよりってハードルが低くないですか。REM の消し方はまだいろいろ模索中なんですよね。思っていたよりもいろんな消し方があるようなので、だがここはしっかりと連を決めて勝っていく。これは今日のサムネイル域ですかね。サムネイル第1候補試合ですね。今日もコミュニティで投稿された雑談テーマを使っていきます。雑談パートですか。基本的に動画構成はぷよっぽと変えないつもりだからね。今回はどんなテーマ持ってきたんだ。今回はこれっすね。高校生の勉強方法、アルバイトについて。お前が教えられる勉強方法なんかないんじゃないか。この勉強方法おすすめです。って言っても結果力に欠けそうだわ。一応参考までに言うか。っていうか勉強してたんだね。いや大学入っている以上は多少は勉強してますよ。受験だって乗り越えたんですから。そんで、なんかオリジナルの勉強法とかあったりするのか。本問題集はわからないところあればすぐ答えにちゃうとかですね。わかんないって思ったらすぐ諦めて、暗記科目だったらそのまま覚えるし、数学とかであればそのプロセスを覚えたりはするし、今思えば科目ごとにそれぞれ勉強方法変えてたかな。英語とかは。英語はね、なるべく長文を読むようにした。あと単語覚える時とかも構文と一緒に覚えたりとかして、一つの文章で構文と単語を覚えられるようにしたりとかね。音読とかが効果あるって聞いたが、それはやらなかったのか。音読ね、一応やってたけど効果があったのかは不明。効果ないとか言ったら全国の英語教師を敵に回すよ。いや、多分、効果あるんじゃないか。なんだそのいい加減な感じは。それで、もう一つテーマありましたよね。アルバイトについてだね。アルバイトか、高校生だとできるところとできないところあるよね。お前の学校は許可されてたのか。僕のところはしても問題はなかったね。でもあんまりやってなかったけど。あんまりってことは少しくらいはやったのか。高1の時は結構遊んでたけど、高2から YouTube でゲーム実況始めて、そっちの活動にのめり込んでいたからな。そんなアルバイトやってたの。スーパーマーケットの掃除みたいなのやってた。僕のところは魚の部門メインでしたね。大変そう。大変だったし、しかもこの日バイト入れないでって言った日に宿と入れてこられて、この店やばいなと思って辞めたわ。ダメって言った日に宿と入れてくるのやばいな。今考えるとやばいな。やっぱさ、高校生と大学生でアルバイトするのって結構タイプが違うと思うんだよね。大学生は割と批判を作ることができるけど、高校生は放課後とかしかないからね。ってのを考えると、さっきの勝手に宿と入れられるバイトはかなりやばいな。ただでさえ時間が限られているのにできない時間帯を指定されても困るわ。今考えると時給も結構低かったし。いくらくらいだったの ?800 円とかじゃなかったかな。今の最低賃金と比べるとかなり低いな。東京とは1000円超えているんだっけ。確か超えているわず。だからあれですよ、今高校生でアルバイト始めようと思ってる人は、働く場所をしっかり考えた方がいいです。あと面接の時とかにはっきり言わないと後で痛い目に遭うんで。はっきり言って落とされたら落とされたで、それはしょうがないからね。何回もトライして良心的なバイト先見つけるのがベストだとは思います。とまあ、勉強方法、アルバイトの話でした。おすすめの勉強方法やアルバイトがあればコメントに書いてみてね。次はコメント返しか。そうだね、コメント返し行ってみましょう。
とよけたわ。テトジェイはほぼみんな逃げていくから本当にキャンセルの機能は消してほしい。あ、やっぱり同意見あったね。オンラインでキャンセル機能あるのは結構欠点な気はするよね。アップデートとかで改善してくれないかな。っていうかとよけとってアップデートとか今でもあるのかわからんけど、言うても結構前に出たゲームだからな。スイッチ版はともかくとしてそれ以外はもう5年以上前のものだよね。とよけと出てからは数年経っているはず。相手とやタイプよはその時の相手にもよるんでるところがあるし、あいやいプレイなどみたいです。いいプレイか。そんなに頻繁に出せないからな僕は。毎日走行や累積は下手くそプレイも採用していかないと間に合わないからね。そこが難点な気はするけどね。ぷよぷよテトリスのリーグは闇ばっかりぞ。気をつけてくれ。どのゲームも基本的にレート戦は闇ですよね。レート戦は悪。まあ実力に伴って上がったり下がったりするのは辛いよな。個人的に闇の深さではスノスコの方が深い気がするので、プレイしている時はぷよテトの方が気が楽なんですよね。めちゃくちゃレートも下がらないしな。っていうかレートの幅が大きいからね。そういうシステムになるのかもしれない。夏休みにぷよテトで視聴者と連戦してほしいです。これは時間を見つけてやれればなと考えております。できればお盆休みとかにやりたい気はするよな。そうだね、一番人が集まりそうなタイミングでやりたい気はするかな。ボコボコにされないように実力も身につけていきたい。うぼつです。スマホケースはパカパカのしか使ったことないから普通のやつの利点がわからない。ふとした時に画面になれそうだし。そう、前回パカパカ型ってわけのわからないネーミングをしていたんですけど、手帳型っていうのが正しかったようですね。そんなに難しい言葉ではないのになぜそれが出なかった。わからない、バカになったのかもしれない。それは元からじゃないの。うん、もう一回言ってほしいな。手帳型をメインで使ってる人は普通のタイプのケースの利点って見つけにくいよな。写真とか撮りやすいとかしか思いつかん。こんにちは、うぼつです。初心者脱出にはビッグバンで最適化を覚えましょう。一気に上達しますよ。ちなみにレート2万2000です。最適化はね、やってないように見えるんですけど実際裏でやっていて、ふとした時に最適化じゃない操作が出てしまうんですよね。今までの操作の慣れを変えるわけだからね。簡単なことではないよな。タイプ弱速度なかったら倒せないから辛い。関係ないけど主は髪を坊主にしたり剃ったことはありますか？自分今日父にバリカンで坊主にしてもらいました。坊主は絶対にしないと心に決めてます。それはなんでだよ。絶対に似合わない気がするので。じゃあ9時を起こした時に坊主にしましょう。反省の意味を込めてってこと。そう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 。そうそうじゃないわ。やりたくない。やりたくないって言っても反省だからするんだ。それはテトリス99はやらないんですか？そういえばどうしようね。そっちも需要があるのであればやりたいけど、動画としてはぷよテトの方が作りやすいんだよね。展開というか編集点を作りやすいからね。テトリス99は1試合が長いからな。そうなんだよね。試合の選別で動画の尺の調整ができない。生放送とかでやるのはどう？あ、それならやりやすいかもね。まあテトリス99は希望があればやる感じでお願いします。ゆうすけさん、うぼつです。今日もぷよテト S をやっていたのですが、ゆうすけという名前のプレイヤーとマッチングしました。これはご本人様でしょうか？ご本人様であれば失礼しました。あ、多分違う人です。スイッチの名前は今はヤバタニなので、多分別のゆうすけさんですね。よくある名前だから多分いっぱいいるわけ。最近はヤバタニも出現しているらしいからな。それ本当なのかわからんのよね。似て物がいるってことなの。本当にそういう名前の人なのかもしれない。もしヤバタニ目撃情報あればコメント欄で。ハッコネです。しぶ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 。嫌なんだよその返しは。ぷよテトのしぶは可愛い。正気みんな思ってるから安心しろ。ってことで今回のコメント返しはここまでです。次回もコメントよろしくお願いします。さあ次の試合やっていきますよ。さて最後は対テトリスのぷよぷよいきます。締めのぷよぷよ。締めのラーメンほどうまいものはない。それ関係あるか？最近になって強い人とマッチングしてきたからそろそろ GTR をやめる必要がありそう。 GTR は受けが狭いからな。発火点も1個しかないし。ってことで早速いろいろ狂いました。これはどこかで1回消したいですね。やっぱり DSG の火力は強い。1個打つだけで一段強振るからね。そりゃ上位勢にぷよテトが多いわけですよ。でもこれやってれば段差計算は上手くなりそうだな。わかる。タイプよの前傾視線とか上手くなりそう。乱戦とかの能力も上がりそう。これはあまり火力でなかったな。こういうことがやりたいんじゃないんですよ。じゃあ何がやりたいんだ。この細かい攻撃を避けるのが難しいね。とりあえずここは3連鎖ダブルで対応。でもその連鎖消化時間でテトリス側に火力を組まれるという。これ形悪いな。どうしようかな。ちょっと連鎖が伸ばしにくい形だね。連鎖着側で伸ばすしかなさそうだな。一回消化しますわ。ここで4連鎖打ってもう一回攻撃し直す。さて倒しきれそうで倒しきれないこのジレンマ。火力が少し足りない。連作無時間でまた掘られそうだなこれは。うわ、そこに2個振ると紫入らねえ。ちょっと振る場所悪かったな。これ1回青消したいな。この赤青で1回青消化させて連鎖を繋げたい。そして火力がいっぱいそうだから青が2個欲しい。だけどネクストに全くない青。いや青早く来てくれ。相撲の良し悪しもぷよぷよの特徴だな。おっと、1個そこに振るのか。さっきから振る場所悪くねえか。発火点近くによく起きるね。これはありがたい黄色ゾロ。これで露出した青で発火したいところ。終わった。ちょっと受けが狭いのも悪かったかな。他にやりようはあった気はするね。
気を取り直してやっていきましょう。やはり感じる相手との難しさ。とりあえずこんな感じでカウンター立てていきましょうか。相手は立て済みだったけどパペなし。あ、これちょっと黄色の位置関係ミスったな。なんでそこに置いたんだ。いや、疲れてもお前がやったから知らねえよ。とりあえず高く積んで対応。なんかこうするなら右3列の方がいい気がしてきたな。ちょっと思ったな。その方がやりやりかもな。大工の癖で左側から組んでいたけど右側の方がセーフ多いし、ここは多連結の連鎖をぶっ込んでいく。4連鎖だけどそれなりにでかいな。まあ決め手の連鎖にはならずって感じか。こっからどうしようかな。とりあえず相手が掘り切る前に追い打ちをしたいところ。相手の掘りも早いけど間に合うのこれ。なんかさっきと似たようなシチュエーションだな。さて、これ以上は耐えられないので発火するか。お、いつもだなこれは。1連鎖伸ばせそうだね。あ、ミスった逆に置いてしまった。でも緑黒がってると思って伸ばしたら一番振って欲しくないところに2段組み上がった。きっちり折り返し部分だけに2段組みのくさ。まだ黄色さえ来ればいけるよ。はい、逆転はありませんでした。変な賭けに出ないで伸ばせばよかった。普通に発火すればまだ耐えられたのにな。そしてゴールドレジェンドに下がりました。リーグ降格戦だったのかよ。